続いいてのカードでございますアーティスト・オブ・スタ・ドム選手権試合ケージマッチ選手権チームジュリア桜井舞手倉組対挑戦者チーム岩谷真由葉月小熊組両チームステージにお願いします。 それでは両チームご着席くださいまずは調印書へのサインをお願いします 両チームのサインが入りましたそれでは試合に対する意気込みを順番に伺ってまいりましょうまずは挑戦者チームスターズお願いしますはい、小熊です熊に羽が生える季節がやってきましたねえ、まゆさん まゆ、うん、さんも喜ばしい顔してますね、うん、今回もねやっぱ金網、まあ、あんなに、ね、高いところがあったら私はもう飛ぶしかない、ねまあ、私だけにあらず、ねえ、真さん熱意、ね、が伝わってきました、ね葉月、私たち3人でクレイジートリオ頑張りましょう。ね はい、私たちのクレイジートリオはラダーもやったことある、うん、金網もあるううそして、うん、TLC もある、うん、もうやりきってるよね、うん、まあこの3人なら2度目の金網でアーティストのベルトをしっかりスターズに持って帰りたいと思いますねまゆさんベルトは取ります まあ調印書にしっかりサインしたのでまあ当日もしっかりまゆさんはね金網に備えてまあ公演とかでね飛んだ練習とかね飛んだりねいろいろ自分たちで特訓しよういいねジャングルジムとかいい、ね、あいい、ね、バンジーとかああいいね,ねいいねいいねいいねいき行きましょうまゆさんいきましょうせっかくなんでアーティストのベルトをスターズに取って、うん、しっかり私たちがユニットの価値を オッケーですかはいはいはい頑張りますそれではチャンピオンチームバリバリボンバーズいかがでしょうかはい、えー、バリバリボンバーズ第30代アーティスト・オブ・スタードのチャンピオンのジュリアです、えー、この3人といえばえ何、ー、だっけっえー マネ,マネーボールの時も、えー、負けました2人でオーマイ・ジュリアと FWC タイトルマッチこれも勝てなかったまあでも今回ちょっと1人大丈夫かな大丈夫じゃなさそうなあれよう昨日ぶり気のぶりそのベルトは スターズが巻くのがふさわしいと思っている。そのベルトはね、そのタイトルマッチはしっかりやって、タイトルマッチは必ずそのアーティストのベルトは取るけど、その金網っていうオプションはそのいらないのかなって自分はその思っているんだけど、あ,あじゃあやめますか普通にやりますかいや、誤解です、誤解です。あれあれ言葉のあや、言葉のあや。あれあれうん。まあ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 。 とにかく、とにかくねやっとこの3人でアーティストのウェルト取れたふさわしいのは私たちです3人はもう金網のてっぺんからもう私は突き落としてやるんではい。え、もう突き落としてくれるのえ、突き落としてくれる突き落としてやるとこの底に突き落としてやるよあ,<っ>ありがとう3人ともじゃあね、あね落としてほしいありがとううん、勝ちだもんね、ち勝ちだよ、ありがとう 嬉しいありがとうあれもうルトイってくれるじゃんありがたいねあそっか確かにま細かいことはいいんだよなな細かいことはいいここはしっかり防衛しなければ意味がないねね、えてくらや Okay hey everybody um it's everybody's favorite spider t the 30th artist of Stardom champion team is h e r バリバリボンバーズ Um, are we having a cage match? Why are we having a cage match? Um, as far as I know, we don't really have any real beef with these people, so I don't really understand why we're why we have to fight it out in a cage. Can't they just challenge like normal people? Just have a normal match. No, I mean, don't get me wrong. Like Koguma is a silly bear. It's annoying. Hazuki likes to be a little prick sometimes. And uh, Mayu, well, she got my uh, SWA belt one year ago and just tossed it out the window a couple of months later. So don't get me wrong, all of these three people do deserve a good beating in a cage. But really, do we need to do it in a cage match? Yeah, well, but now we're champions. We don't care. Let's do it. First time, always fun. And DDM is on the roll right now, so we're definitely gonna smash it out the place. So I'm looking forward to that one. Sure, everybody else is as well. ね, 若手、中堅、レスラーと徳、その心はどちらも高い壁に囲まれながら、その壁をよじ登って、突破したいという思いでしょう。私、 今回そのような心境でございます申し遅れましたリンクの貴婦人こと桜井舞でございます私以外先輩ばかりこの高い壁をよじ登りスターダムのてっぺんをこの私が駆け上がる姿を庶民の皆様にお見せいたします 以上でございますわ桜井の気持ち受け取ったしっかり伝わったよということは私とテクラは先に二人で脱出するから<え>大丈夫<え>一人であとは任せるよ すごいチャンスだよ、気持ちは伝わったから。いいいいいやいや、大丈夫、3対1、三対一で。頑張れ、頑張れ、頑張ね。頑張って、えっ、ちょっと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 、お待ちなさいよ、ちょっと、庶民マフィア。